人間性診断スペシャル。今回その人間性サンプルとして来ていただいている方々に登場していただきましょう。この方々です。診断される夫婦は結婚17年目、鬼嫁の印象が強い北斗晶と佐々木健介。事務所の副社長と新たな生活をスタートさせた杉本彩。公私ともに支え合う中、その本性が暴かれる。アパレル会社の社長と恋を実らせた小森純。果たして嫁としての人間性はいかに。一般女性と結婚したスリムクラブ前田、モノマネをテレビで披露するなど、その多彩な奥さんとの相性は。杉本彩さんの旦那さんとは初めて、はい、ただ局です。局で、はい、局ですれ違っていることはありますけど、はい、はあ、チャレンジャーですね。杉本彩さんって我々男、まあ、みんな憧れてますけど、まあ家に入ったらどうでしょうかね、旦那さん。家の中ですか。ちょっと今多分時間帯的にあんま話ができない。何があるんですか。うわ、思ってる通りや。その診断で相手の本性が分かりますから、もし離婚されるなら今のうちの方がいいかなっていうことで。ごめん、お前結婚してないから分かる。離婚って今のうちないから。芸能界きってのおしどり夫婦4組に対し、本当に良い夫婦なのか、本当にこの人で良かったのか、ダメ夫とダメ嫁を診断。まずは男性陣4人が夫として結婚に向いているのか、その本性が暴かれる。それでは本間デッカイの皆さん、いい夫婦の見分け方情報ある方お願いいたします。はい、植木さん。皆さんにお尋ねしたいんですけれども、いろいろな出来事が、まあ、トラブルとかがあると思うんですが、そういう時にすごく一番大事なのは筋だ、筋を通すことだっていうふうに結構固く思っているという方、はいの札を上げてください。筋を通さなきゃっていう人ですね、はい、どうぞ。あ、全員あ筋が通らなきゃ。はい、うん、ですね。まあ男ですからね、我々は。どうですよ、佐々木さん、男は筋を通さなきゃっていうのが小さい頃から言われてるからでしょ。そうですね、もう筋だけ絶対外すなって言われてますから、はい、どういう時に何かありますか。もう2人であるハンバーガーショップ行ったんですよ、はいはい、でその時にサラダもあったらサラダも頼んだんですよ。サラダはね、もちろんね。そしたら食べたら急にチャコちゃんが、チャコちゃん、うん、チャコちゃん私です。はい、かわいい。何回聞いてもね、当てはまるのよ、チャコちゃん。私でーす。チャコちゃん、チャコちゃんがね、チャコちゃん急にうわーって言うわけですよ、うん、どうしたって言ったら、もうサラダの中に青虫が入ってた。はいはいはい、はい、タコちゃんはそれ青虫でキャー言ったんですか。タコちゃんがキャー言ったの。かわいいんですよ、それ。呼び入った、呼び入ったか。嘘、でかいの入っちゃうんだよな。結構でかかったんですよ、それが。端っこずいぶん動いてるなと思ったら青虫だった。びっくりしたよな。それでまあ他のにもお客さんいたんで、まあ店長さん呼んでくれって、はいはいはい、店長さん呼んで、うん、青虫入ってましたよ。小さく言うたんだ、呼んでから、はいはい、やっぱり文句じゃないですけど、やっぱり他のお客さんにも入ってたらやっぱ困るじゃないですか。はいはいはい。なんでやっぱその辺はちゃんと筋を通して言わないといけないなと思って。ああ、なるほど。じゃあ吉入さんどうですか。僕の場合は絶対筋が通ってないとっていうわけじゃないんですけど、その場面、うん、場面によるんですけど、そんな感じですよね。その例えば、まあ、髪の毛が入ってたりとかありますけど、お店によるんですよ。え、店によってどういうことなんですか。高級料理店に行って、まあ、そういうことがあったら絶対文句言いますけど、あ、なるほど、まあ、ファミリーレストランとかちょっと別にそんな高くないとこだったら、まあ、仕方ないのかなと思って、髪の毛ぐらい入るわと。そう、まあ、普通に何も言わないで黙って帰りますけど。だよね。独特なおかしな価値観を持ってるんですよ。いやいや、そこで結構衝突するんですよ。おかしい。なんかいい加減そうですもんね。そう、なんか
ちょっとそういう風におっしゃる通りとか言う感じじゃん。愛の手帳怖いこのお前ら、はい、僕筋の前に声が止まらないんですよ。道歩いてて嫁さんと、まあ、気づいた人が僕の写真とか撮ってくるんですよね、はいはい、まあ、全然ありがたいんですけども、はいはい、まあ、嫁さんはやっぱり素人なんで、やっぱ確認してほしいときはやめてほしいんですよね。で、ああそうかそうか、まあ、この間学生さんが撮ってきたんで、嫁さんといるときにすいませんって僕も言いに行って、うちのはもう素人なんでやめてくださいって言ったら、学生さんが嫁に指さして、こいつモノマネ芸人だろって言って、ちゃんと浸透してる。テレビでモノマネやってんじゃんと。はい、どうでしょうかね、田村松川さん。その通りです。そんなんできる。何あれ、あの人すごいわよ。これはどういうことなんですか。はい、灰をあげた方、つまりその社会的に筋を通さないと気が済まないという方、社会ではすごく男らしいというふうに評価される方が多いんですが、おいおい、いざ奥さんから何かこう具体的な相談を受けた時に、奥さんがあちょっと頼りにならないなっていうふうに思われる、ダメだなっていうふうに思われることが多い。当たってる。実際皆さんは普段でも、いやいや、うち絶対違いますよ。何がうちが絶対違う、何を恐れて発言したやつなんですか。ビッグオンビッグになりながら、何が何を震えながら喋ってらっしゃる。いやいや違う違う違う、いや心理学者、日本の有数の人、いやそれ紹介いらないですよ。なんで毎回紹介するんですか、先生が。女性が何か相談したいときとか頼りたいときっていうのは、具体的なことを言ってほしいこと。女性が相談したときは、そうですね、夫婦とはこういうふうにあるべきだとか、妻っていうのはこういうもんだろうっていうようなことを割とこうそういう筋っていうことを通そうとすると、奥さんからはあの人に何かあの相談してもどうせこうつまんない。でも我々世代多いですよ、夫婦たるものや嫁というものはとかいうのは。だからもうだんだん相談しなくなるっていうか、何聞いてもどうせつまんないことしか書いてない。誰がつまんないな、ほんだらほんだら僕九州なんですよ、博多生まれの。なんでそういう風に育ってきたんですけど、やっぱ結婚したら全く違いました。でもね、わかりました。夫婦たるものはこういつでも一緒にいるっていうタイプなんですよ。だからちょっとどっか出かけるのにもついてきたかんですよ。でそれが出かけるのに、こいつはちょっと出かけるのに、あ、シャワーを浴びるんですよ。女の子やん。変だろ、コンビニ行くのにもシャワー浴びる。ね、ボサボサで行ったらとかって思うみたいで、だからそれで行こうって言ったくせに私より支度が遅いんですよ。女より支度が遅い男。だからもう今はコンビニ行くわって言ったら俺も行くって言ってシャワー浴び始めるんで、シャワー浴びてる今に私コンビニ行ってくるんですよ。シャワー出た瞬間にもう行ってきちゃったわ。